あなみさんこんにちは、こそれでは今回なんですけども、PayPay フリマがサービス開始、500円割引や出品手数料無料のキャンペーンも開催中ということで、今回はちょくちょく噂をされていました PayPay フリマのサービスが開始しましたので、簡単に解説していこうと思います。そもそも PayPay フリマとは何ぞやということなんですけども、まあ、その名の通り、あの PayPay が提供するフリマアプリのことですね。で、現在は iPhone など iOS 版のみ対応しているということで、Android 版に関してはまだリリースはされていません。 主な特徴なんですけども、いくつかあります。ま、PayPay フリマは、PayPay と連携すると、PayPay 残高がお得に、貯まる特典とか、キャンペーンというのが予定がされています。次は、PayPay 残高で支払うと、決済額の1%の PayPay ボーナスが戻ってきます。ま、これいいですよね。フリマで安く購入した上に、さらにそこに1%の還元がつくというのは、ちょっとお得かなと思います。そして、PayPay フリマは、なんと送料無料なんですよね。ま、基本的には送料は、全品の出品者が負担することとなっています。 次は価格交渉がしやすいということで、まあ、結構フリマアプリによくある価格交渉があると思うんですよね。それがまあスムーズにできますよということですね。まあ、こちらに関しては後ほど実際の画面を見ながら解説します。そしてヤフオクで出品されている商品のうち、条件を満たしている商品は PayPay フリマでも閲覧とか購入ができます。条件というのは個人で出品されている個人出品や価格がすでに決まっている固定価格なものとなっています。残りの細かい情報はこんな感じです。PayPay 残高、クレジットカードが決済方法ということで、あと販売 セールは販売価格の10%そして配送方法は ヤフネコパック、ユーパック、ユーパケットなどということになってます。そして、ペイペイフリマのサービスが開始されたことによって、キャンペーンも開催中です。まずこの一つ目っていうのが、ペイペイフリマが出品者の送料全額負担、送料0円キャンペーンということですね。開催期間は10月の7日から11月30日までとなってまして、まあこれどういうことかと言いますと、まあ普段メルカリとか利用されてる方ならわかると思うんですけども、こちらのネコポスとかだと、まあ通常だと195円かかるところ、なんとキャンペーン中は送料が無料になる ですよねこれめっちゃお得ですよねしかも送るサイズが変わっても0円という感じなので、まあ、出品予定がある方は利用してみるのもいいんじゃないかなと思います そして、ペイペイフリマで商品を購入される方にもお得な特典がありまして、こちらなんですけども、初めてのお買い物であれば500円オフのクーポンがもらえます。まあ、こちらに関しては1000円以上であれば使えるので、1000円の商品が実質500円で購入できますね。ここからは僕も iPhone ユーザーということもあって、早速インストールしたので、まあ、ここからはペイペイフリマの画面を紹介したいと思います。iPhone ですと、こちらの App Store から入手ボタンを押してインストールします。インストグラが完了したら、ログインボタンをタップ。そしたらヤフーでログイン。 ログインする画面が表示されるのでここでログインしてくださいログインができましたら画面が表示されてこれですぐに利用できますもうめっちゃ簡単ですよね まあもちろん PayPay ペペを使ってる前提でお伝えをしてます。そして先ほど少し出てきた価格交渉なんですけども、例えばこちらの靴に関して価格交渉を行う際に、右の部分に価格の相談というところが出てきてると思います。こちらをタップしたら、こんな感じに購入したい価格の相談を送ることができて、チャット形式に簡単に行うことができます。まあこれはもう周りに見られないのが結構いいですよね。出品する画面はこんな感じになってますね。結構メルカリと画面繊維が似てるので、比較的使いやすそうな感じはします。 ちなみに左が PayPay フリで右がメルカリでして、まあ、ほとんどびっくりするぐらいそっくりですよね。 ま、以上がペイペイフリマについてですけども、普段はキャッシュレスに関することをお伝えしている僕なんですが、実は僕自身もちょくちょくフリマアプリは、ま、特にメルカリを活用しています。ま、先日もこんなツイートをしました。もうすでに出てるんですけども、自宅にあったビジネス書たちを出品。今は本の出品がめちゃくちゃ簡単にできるのでおすすめ。本によってはサクッと売れてしまう。とてもお世話になったビジネス書なので届いた誰かのお役に立てれば嬉しい限り、販売手数料が実質無料のキャンペーンも開催中なので、自宅の用品はこのタイミングと、 いう感じに、先日メルカリに本を出品したら意外とちょくちょく売れたりしたので、フリマアプリって本当に便利だなと思って常に思っています。しかも今回紹介したペイペイフリマもメルカリもその売り上げたお金を出金せず、そのままの状態でスマホ決済が可能なので、まあほんとすごい世の中になってきたなっていう感じはしますね。まあそんなこんなで今回はペイペイフリマについて簡単ではありましたがお伝えをさせていただきました。多分まあペイペ p フリマの次に確かペイペイモールも今年の秋にサービスが開始されるとあったので、まあ まだまだ PayPay ペイペイの快進撃は止まらない様子ですね。ま,あ、また PayPay ペイペイなどに関する情報があれば随時動画にしていこうと思います。一応あの下の概要欄に PayPay ペイペイフリマに関する公式の URL を貼っておきますので気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。